ばんは。びっくりびっくり、なんかさ、気づいたらこの時間だったんだよね。キラボシありがとくま。なんかさ、気づいたらこの時間でさ、焦ってさ、急いで配信してる。配信、あ、鈴木王出てたわ。やばい、告知してない。やっぴやっぴ。今やろうかな。第1回鈴木を追う決定戦、全部口に出す人。カチーありがとくま。たつきありがとう。このギフト何、かわいいだね。水色だ、萌実カラーじゃん、かわいい。ケイメラありがとう、ありがとう。ルーナありがとう、なりたまーだろ、ありがとう。髪切ってないよ。決定戦、ダメだ、文章が思い浮かばない。キラありがとくま、ありがとう。みんな今日は何をしてたの。テレビありがとくま。やった、ありがピングイン。ソナラありがピングイン。おまわりさんありがとくま。やばい、何タワーか聞いてコメントを見れてなかった。中年の時、前髪頭のブロックで終わってん。お誕生日おめでとう。いつ、今日、キヒロありがとくま。
時代部活、高校は部活なかったですね。しだしだ、ありがとくま、次ありがとくま、泣いてます。マウム、あ、なんだこの可愛いタワーは。ありがとう、何タワー、昨日で二十歳。そうじゃん、楽しんだですか10代。ホワイトデーイベント、あ、ホワイトデーイベントが始まっているの。美白パックとテーマパークチケットらしい。え、ってかテーマパーク行けてない。あい、結婚していいよ、周年行きまして買い方です。ありがとう。幸せの10代、何よりです。じゃあ鈴木を決定戦までしか書いてないのよ。みんなポストする文章を一緒に考えて。ご周年おめでとう。周年婚めちゃくちゃ楽しかったでした。ありがとう。私今でもね、あれですよ、動画見返してる、見返して楽しかったなって思い出と、あー、こうしとけばよかったとかめっちゃ思うけど、まあでも毎回思うけど。タイ、ありがとくま、亀井校の夜猫、ありがとくま。みんなは何点取れたかな。鈴木は目指してね。鈴木よしは、みんな鈴木ようだよ。おほほほほ、弥生うま、ありがとう。リブタン、ありがとうくま、ありがとう。みんな当てられるよね。おお、なるほど。キクーフィー、ありがとうくま。はい、そういえば「ひいさやロケンロー」の写真もオープニングの衣装の写真も載せました。やばい、くしゃみ出そう。出ない。ありがとう、くまくまくま、ありがとう。カチー、結婚していいよ。レイオー、ありがとう、くま。マジで花粉やばくない？ちょっと落ち着きな、世の中の花粉マジで。多分花粉症。明日の動画見てきました。何の動画ですかね。アルバムの予約ってどこでするんですか？欲しいんだけど。パン、結婚していやん。
え、昨日の午前中とかやばかった。私薬効かないんだよね、花粉の。 HMV いい特典つくらしい。え、何がつくなの？予約の方がいいんですか、店舗で買うより。あ、私は HMV さんですね。あ、違いますか。いや、私花粉で喉が痒くなっちゃうパターンの人なんです。あとくしゃみね、くしゃみと喉が痒くなって、私すごい咳が出ちゃうんですよ。この咳、あの花粉だと思うんですよ、多分。知らないけど、花粉か黄砂なんですけど、多分知らないけど、定期的にやってくるこの咳は花粉か黄砂なんですけど、薬を飲んでも治らないんです。助けてください。歌も歌えないの。歌歌うの必死よ、こっちとら。もう「ビブス」誰買うか悩んでる。鈴木一択や。病院に行かなきゃ。何々、何役だって。わー、かわいい。びっくりしちゃって、今かわいくて、きなこが。お話し会取りました、ありがとう。今あれで受付中してないよね、点鼻薬。ああ、なるほどね。周年で見て気になってます。え、好きってことですか。ケーブル、ありがとう。え、何タワー。え、待って待って、プレゼント送ってくれてたのってあれですか、 T シャツとかですか。届いてたよ、めっちゃ可愛かった。ありがとう。来ます。来ます。ひらこ。ひらこおいで。おいでー。ひらこ。ひらこ。名前はきなこよ。きなこいれ。きなこ。きなこ。来ないなら捕まえちゃうんだから。おん。静電気が。初めて対面行きます、ありがとう。押そうか迷ってます。ぜひとも、あいね。尻尾で撃たれた。はい、きなこ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 おいで。あー、なに、甘いもなの。完全に鈴木推しになりました。あ、やばい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 。そこはダメですね、お兄さん。
ちゃぶりっ子、私どこにいるか分かりましたかね。数年泣いてた記憶しかない。ほう、ちなみに多分ひみれが推しになるかも。やばい、ちなみに多分4階席見えました。なんかねトロッコあったからね全部見えたよ。目の前通り過ぎました。あー静電気やばいよきなこ。ねえ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 、静電気やばい。双眼鏡で見てありがとう。きなこかわいい。おもぶりの時ひとみってすごい叫んでるファンの人いて怖かった。怖がらないで。そんなに叫んでたの。横あり、え、ねえ、本当に本当に4階席入れてもらえた。それは何よりです。頑張ってんねん。毎回目を全部全方向に眼球をつけたい気持ち。これフランフラン美味しそうでしょ。今回のツアーが出身地を回るツアーなので、私は東京なんですけども、ぜひ来てくださったら嬉しい。一番最初なんですよ東京。東京で始まり、神奈川で終わります。沖縄には行きましんって言われた。ねえきなこ、はい、ね、母さんありがペンギン。やば、落ち着いて、落ち着いて。あわ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 、あわ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 。会話できますから。似てるでしょ。癖のある私のことを大事にしてよね。サマーチョコレート。あわ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 。うん。ピオニーズ私がやってもピオニーズにならんて。きなこ、きなこ、2時半だけどどで散るって愛はだわ。そういうこっちゃロケラを羊数えるなんてしょうもないよ。2時半ロケラを誰か私を閉ざして、愛がクイチ。そういうこっちゃロケラ。6年目もおしめんとポシメンとすずさん。ちなみにおしめんは誰でポシメンは誰なんですか。
フルコになっちゃいました。あ、かゆい。私マジ多分猫アレルギーなんですよね。ようこそ二人のステージ、どうぞ見ていて。え、なんかね、お腹出てない衣装が用意されてました。本当に NG とかならないけど。アスカありがとう。クマ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 ありがとう。もっと拳振り上げて。アイドクジージュータの頃から、うん、なんかね、あれなの、顔がね、ダメ。顔の皮膚に触れると良くなくて、痒くなっちゃうんだよね。タイ結婚して、んにゃー、ありが、ラボ。あゆな、ありがたこう。顔がね、きなこ、あー、聞き添えちゃんなの。おお、かわいい。にぎにぎ、握手会痛い。もう大きいだから噛まないで。マジでかゆい。ガチ恋工場さっきすごかった。ガチ恋工場本当にポニキュルの時イヤモンにとって聞いてたけど、きなこ、全力で叫んだ、ありがとう。あそこ命がけで叫ぶとこです。今回は、じゃ今回はここが肌荒れしてたの、ここが。だから神子さん、ここだけピッてやってください。ちなみに私はあの配信の方の動画を見たんですけど、配信の方にはちゃんと載ってたので、あおり聞いてください、後からアーカイブで。え、マジでかゆいんだが。きなこたかゆいだよ。どうしたなの、ここおいでよ。かわいい。いや、ちょっと重いです。なんかさ、毛がや、毛の量が大きい、やばすぎて、ちょっと思っただけでも見てくるのモフモフになっちゃうんだよね。ねえきなこ、トリミング行く？萌え、虹ありがとう。雨、結婚していいよ。ハイタッチ、ハイタッチは？きなこ太ったよね。いい、きなこ。マジで見せてあげたい、こっからの絵を。超かわいい。まだバブだね。今何ヶ月？は、半年だよあなた。
生日って確か言ってないですよね私。まだバブだねー。いつだと思いますか。私の手ってそんなに美味しい？すんごい。きなこふみふみするよ。半年言うたやん。私の手ってそんなに美味しい？きなこちゃん。月を見てた。誕生日わかるよ。この子はちゃんとわかる。化粧薄め？うん、あのね寝てたから落ちた。かわいい。アスカめちゃかわいい。ありがとう。めちゃかわいい、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 めちゃかわいい。そんなに可愛いか。可愛いね、きなこ可愛いだよ。フライが好き、嬉しい。おぎちゃんロングマジ似合う。どっちも似合うんだよね。ベースが続き一人だから。ありがとうございます。優しいだね。きなこさん、ご機嫌です。今日はきなこ、今回のサマチョコ写真ないの。ユニットドタバタでね、早着替えが。ほんと写真撮る時間ないんだけど、ロケンローだけはマジで秒でパラパラって撮った。ひーちゃんは絶対髪切りません。すみませんけど、イメチェンとかなくてつまんないかもしれないんですけど、髪も切らないです。ごめんなさい。ショートは絶対ない。サマーチョコレート、かわいい。眠いなの。でもじゃありがとう、かまありがとう。ツインとポマジこのワオ、え、何ですかワオって。おー、ここいでよ。あそこでいいのね。猫だねちゃんと猫だね。サマーチョコレート直後の一泊にワオっていうコールが流行ってる。へっ、猫ミームの顔。そうなんだ、一緒に言った方がいいですか。あ、違う？分かった。静かにしとく。きなこまだまだちっちゃいじゃん。マジで可愛い。ジロタンとは違う、お、なんかフォルムしてるね。モフって感じ。ジロタンは丸って感じ。初ライブありがとう、嬉しいです。
そうなんだ。楽しんでいただけてたら何でもいいです、私は。ツアーをお待ちしてます。ツアーもイベント、オンラインイベントと対面も。みんちゃんありがとうかな。重いよ、届け。見えるかな、きなこ。やっと同じクラス。ツアー楽しみ。押せた歴で一番長い。嬉しいよ。メロンパンはいいでしょ。 TikTok 見て知りました。あ、ありがとうございます。おいしい。え、なんかシリが起動したんだけど、怖い。きなこ好きやちょご飯、え、なんかさ、なんだろう、友達にも痩せたって言われたんだけど、あー、キックされた。え、サービスショットじゃね。痩せてないよ。やばい、うちのポニーが静電気が痛いだよ。あさってピューロランドね。きなこ、きなこ、静電気やばい。頑張れ頑張れ、登れ登れ。いいね、お話し会どうしようって思ってる。お金持ちの家でしか見ない猫ちゃんだよねってそうなんですか。でも確かに、あのきなこの、きなこに決めた理由はもうなんか一目惚れなんですよね、マジで。色味が好きすぎて、かわいい。いや、だからなんかマジで、あのなんか、ね、猫ちゃん、ジロタンの時は野良猫ちゃんっていうか、なんかの、なんかついてきた猫ちゃんだったので、野良猫ちゃんだったんですけど、きなこはね、押してるよ押してるよ、リモコン押してるよ、やめりやめり。きなこはあーもう野良ちゃんじゃないので、猫ちゃん飼いたくって、子猫ちゃんをこうどうしようって見てた時に出会った子なので、これはポテトチップス。猫ちゃんをどの子にするか決めるのマジで大変すぎ。やめれやめれ、散らかすな。うーん、きなこ
で。にょーん。きなこ。にこみみん。落ち着いて。はい、困りやったら買ってあげるからね。きなこきなこ。目引っ張んないで。はい、ブラッシングしてあげましょう。させてくれません。今月も給料入りました。報告遅れました。お疲れ様。口の中切らないでね。あの猫じゃらしは破壊されましたよ。そういえばね、壊したんだよね。すぐにね、あの一日で壊したんだよね。あおやしらず抜きましたってきなこが言ってる。きなこオスです。リン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 。なんでもおもちゃになる。リン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 。ちょっとしかブラッシングしてないだよ。あ、クッキーを買わなきゃね。新しいクッキーを。もうボロボロだからね。すごいさ、スコティッシュなんですけど、スコティッシュに見えないって。スコティッシュなんだよね、きなこはね。無理だ。きなこと同じ色してんの。あ、ちょっと白かったか、その方が全然。おいしい。これこれこれ通販に売ってると思う。目の色気づいたら変わってたしね、黄色にね。ね、きなこきなこ白くなりたい。冬はね、もう白くなってなんぼですよ。やめてー。これあなたがボロボロにしたんじゃないの？きなこおいで。リミスト挑戦、え、アルバムのですよね。いけるべ。捕まえた。はみかき上手かな。やばい、逃げられる。逃げるな逃げるな。はーい。上の歯、下の歯、前歯、奥歯。
懐かしいよね。この歌まだやってるらしいよ。あいにゃにゃにゃ、無理でした。ちっちゃい頃されるがままだったのに。え、もう52分なんだけど。タワーかこ、このた、なんかライブのタワーかけてなくて。ケイメロは何タワーだ？ライブのタワーは紙に書こうって思ってるんですけど、その時に石に書くのか今日ボードがどっちがいいですか。マウマウ、今眉毛まだ綺麗な時期、3月、ちょっとルーナの誕生日タワーから。ねえ、ライブ一瞬だよね。呼吸してたら終わる。落ち着いて。じゃん。じゃんじゃらん、じゃんじゃんじゃん。ハッピーバースデールーナ、ハッピーバースデールーナ、ハッピーバースデーディアルーナ、ハッピーバースデールーナ、誕生日おめでとう。パフパフ。え、つまりもう成人式終わり？終わったってこと？3月ってことは。生まれだったら成人式終わってるよね。20歳になったんだよね。おー、終わってた。じゃあルナの今年の抱負は何ですか。ひーちゃんに日々の癒しを与えることです。よろしくお願いします。やっぱ生きていく中で癒しって大事だと思うんですよね。みんなも癒しを定期的に摂取して生きてこうね。おめでとう。素敵な20代を。20代0歳だから20歳は、つまり赤ちゃんってこと。じゃんけんめろ、ありがとう。いつもありがとう。今年も愛に潰されちゃった、覚えちゃったよー。たわー、今年もみんなの愛に潰されちゃった、愛に覚えちゃったよー。はい。ありがとう。タワー、ライブのタワーの方でしょ。了解。じゃこっちに追加しとくね。3月3日の方に。ありがとう。そう、ライブのタワー紙に書くね。よしあきいる？誕生日タワーかけてないよね。みやちゃん、こせん。そう、なんかチョコモナカには溺れちゃったよって潰されちゃった、絶対にやってねって言ったの。いないかもしれない。いらっしゃらないかも。飯焼き、そう言ったの。やってくれた、優しいからね。しかも私はね、チョコモナカのね、サワチョコの写真を持っているんだ。
いつか気が向いて許可が出たら載せるね。結構許可取りがむずいからあれ許可取るのむずいからあれちょっと時間かかるかも。事務所通さなきゃ。お腹空いてきちゃった。なんか寝てたら。隙が向いたら。やばい、タイの写真載せてない。一生言ってる。てな感じで。はい、うまみ。多分寝てます。ああ、じゃあ今度書きます。ありがとう、読んでくれて。ってことで、もう時間だ。あ、なんだ、あ、いたよ。嬉しいね、待ち遠しくて足もバタバタしながら。時間です、終わりたいと思われた。ありがとう、今日もできてよかった。落ち着いてたからちょっと今日は。テレビ13位、ありがとうペカリ。12位キラボシ、ありがとうペカリ。11位ユタ、ありがとうペカリ。10位シラシラ、ありがとうペカリ。9位グーフィー、ありがとうペカリ。8位カチーユ、ありがとうペカリ。7位アメ、ありがとうペカリ。6位リオピ、ありがとうペカリ。5位タイ、ありがとうペカリ。4位マーマー、ありがとうペカリ。3位ルンナ、誕生日おめでとうペカリ。2位アスカ、え、タワータワー分ってこと。じゃペカリーケイメラ。1位ありがとうペカリ、ありがとう。タワー分ってこと。緊張なんかしてる場合じゃない。アスカありがとう。コメントありがとね。いっぱいくれたんだ。いっぱいありがとうだよ。今日もどうか皆さんがいい夢を見れますように。きなこ終わりよ配信。きなこ、わ、クキヨと遊んでるわ。無理だもん、ごめんなさい。鈴木よ、ぜひ見てください。今日もありがとう。おやすみー。